はい、じゃあこれから加賀屋道路向かいます。はい、加賀屋道路到着で、今日の部屋2ベッド400ペソで、ちょっと仮眠してこの後飯行ってきます。で、今日の夕食ビーフパーライバンブー、初めて乾杯。マッサージ30分150ペソ。で、今日はバスの移動中に危険運転のうんちゃんで、運転めっちゃ悪かったもんね。で、それでほら急ブレーキでヒデさん後ろにいた人たちが突っ込んできて、ヒデさん肩痛めちゃって、で、今フィリピン、フィリピンマッサージヒロット、いや、ヒロットじゃない。ヒロット自体知らなかった。あ、そうなんですか。人たち、あれルトンの言葉なんだろうね。ヒデさんどうですか。いや、とりあえず施術受けてるなって感じ。うん、はい、おはようございます。これから教会に観光行ってきます。この目の前にあるのがオーガスティンメトロポリタン大聖堂。カガヤンデオロで最古の教会らしい。そんな古くは感じないけどね。ステンドグラスは綺麗だね。そこの教会も。で、これがコーンドッグ、35ペソ。コーンドッグ、初めて。ホットドッグの上に、チーズが振りかけられてる。で、中はホットドッグって書いてます。見て、このボリュームやばいな。いただきます。もっちもち。ダメかよ。ダメかよ。オケかよ。オケかよ。オケかよ。うまい。オケかよ。で、カラマンシージュースが10ペソ。ああ、うまい。ダメかよ。ダメかよ。オケかよ。マジうまい。一回では。マグロの天ぷらって珍しいよね。マグロ天ぷらっていうけど、なんか天ぷら感はない、うん、本当にもちもちした弾力があって、でまたこのスパイシーソースがいい味出してる。うまい。金曜日ゴールデンフレンドシップ、これあれだね、昨日カガヤンデオロについて調べてたら、新人ゲストのデータ権の記事やるんですが、ここカガヤンデオロは新黄金連続システム、黄金の友情の街だっけ、うん、そういうなんか引用を持ってるらしい。なんか地元の人々の温かな歓迎の笑顔と最高のホスピタリティとかでそう言われてるらしい。アイラブカガヤンデオロ王になってる、ちゃんとで、これがモトリラ、ミンダナオではモトリラっていうらしい。なんかトライスキルの発祥がカガヤンデオロって言ってたね、うん、
で、これからクロコダイルファーム出てきます。最後は動物に癒されてマリアに帰ります。はい、はい、オーストレッチ園クロコダイルファーム到着。1人30ペソ。ダチョウさんがお出迎えしてくれてます。こんにちは。初めて見る、こんな至近距離で。めちゃめちゃいる。こんなにダチョウさんがいっぱいいる。なんかスタッフがこれはフィリピンのクジャクだって言ってたけど、これはフィリピンのクジャクじゃないね。こんなに羽長くないし、インドクジャクかな。あのパラマンピーコックもっと小さいしね。まあ綺麗だけど。ダチョウの子供めちゃめちゃ可愛い。ほんまにいっぱいいるの。まだ3週間ですか。うん、めっちゃブリードしてるね。うん、すごいね。後ろ姿こんな感じなんだ。うん、で、アグさん回してる場に見れなかったけど、これでよしとしよう。はい、羊さんこんにちは。ご飯ご飯、ご飯タイムです。美味しそうに食べてますね、皆さん。めーうめぇうめぇうめぇラミかよ、オケかよ。アリ、アリじゃないよな。だけどさ、頭の方にほら、ハサミがあるね。ハサミがある。おもろ。アリではないな、これ、うん、アリじゃないな。クモ、クモかもしれない。アリじゃない。うん、なんだろう。雰囲気いいね。海を眺めながらショックスみたいな。はい、じゃあ今日でミンダノの最終日、ミンダノの旅行、お疲れ様でした。乾杯。ありがとうございます。まあ、今夜マニラ戻って、ヒグさんとは引き続きルツン島でも一緒に行動するんで楽しみましょう。楽しみましょう。はい、今日のランチポンパノで、これがアジ。これ初めてだよね。で、これがハラン、貝のスープ、うん、で、カラマレス。はい、いただきます。いただきます。カラマレス、うまい。いただきます。うん、うまい。あとね、このままさ、エキスがもういろんなものが凝縮されてて、マジうま。スープのエキスめちゃめちゃうまい。ジンジャーめっちゃ効いてて、ね、もう優しい味よ、本当に。魚どうやって調理するかって聞かれて、油で揚げてって頼む、じっくり揚げてくれてて、骨まで食べれます。美味しい。そしてこの海を見ながらのこの景色最高だね。みんなの最後の日ふさわしい。もうすぐ日が暮れます。いい場所を頑張りましたね。サンセットがめちゃめちゃ綺麗。もうちょっと、もうちょいですね。みんなので見る最後、この旅の疲れが癒される。はい、これからマニラ戻ります。